はい、皆さんこんにちは、田中翔です。ってことで今日は皆さんお菓子って食べますよね。お菓子にもいろいろな種類があって、甘いもの、しょっぱいもの、それのもう融合物、うん、俺は基本的に甘党なんで甘いものも大好き、甘いものも大好き、もう甘いものも大好き。甘いものの中でもいろいろなものがあって、まあなんていうかこうね、飴だよね、飴系ですよ。その中でも甘いものって言ったらチューイングキャンディーっていったものが結構あるんですね。チューイングキャンディーっていうのは最も王道で有名なのがハイチュウとプッチョだと思うんですね。今日はですね、この2つのうちのプッチョを買ってきました。プッチョかも1個だからしょぼい。こちらのプッチョのソーダ味なんですけども、まあごく普通のプッチョの大きさですよね。でもこのプッチョってグミとあとなんかシュワーっとした、ひんやり炭酸感というね、このシュワシュワソフトキャンディーっていうのが入ってるんです。で、思いつっちゃった。この一つのプッチョ、何個ぐらいのグミとシュワシュワのキャンディーが入っているのか。おそらく何十個もいくと思うんだけど、今日はそれを全部ちゃんと丁寧に数えていきたいと思います。誰得。ではまず普通のプッチョで一つ何個ぐらい入ってるかやっていきます。ってことで早速開けていきます。せーの。じゃあまずは1個がどんぐらい入ってるか見ていきましょう。はい、一つのプッチョから出てきたのは、シュワシュワのやつが1個半とグミが2個半出てきましたね。じゃあね、どんどんやっていきたいと思います。はい、というわけでね、今プッチョを、剥いているプッチョは剥くものではない、剥くものではないが、これは この動画では剥くという表現が一番ぴったしなんじゃないかっていう、プッチョを剥いています、今。はい、というわけで10個のプッチョ全ての展開に終了していたします。ではね、まず、グミから。グミは、全てで13個ありましたね。原型があるものですね。13個なので、10個入りなので、だいたい1つのプッチョに平均 1.3 個の割合で入っているということが分かりました。次に、シュワシュワですね。こちらのシュワシュワも原型をとどめているのが約16個。ね、16個で、10個入りなので、1.6 個。1つのプッチョに対して 1.6 個のシュワシュワが入っているという計算になります。あくまでも、計算なので、それぞれの一つずつによって数は異なることは確かですね。まあ見ていただければわかる通りに、もちろんグミが1個も入ってないやつがあったり、シュワシュワが1個しか入っていないとか、あるいはもうここには4個入ってたりとか、それぞれプッチョによってやっぱ数が違うということはやっぱ明らかになりましたね。ってことで、それぞれやっぱプッチョね、数によってやっぱ入っているこのシュワシュワとグミはやっぱそれぞれ違うということがね、明らか。判明いたしました。まあそうですね、プッチョの卒業研究とか論文を書いている方にはぜひおすすめの内容ですね。ぜひこれ使ってください。どうぞご自由に、はい、許可なくどんどん使っちゃってください。もうプッチョね、触りすぎて手がべっちょべちょ、ぶっちょぶちょ、ぶっちょぶちょ。プッチョだけに一回死んでこい。